それでは本日お三方よろしくお願いいたします。ではまずお一人ずつお客様を前にしたお気持ちと合わせて皆様にご挨拶をお願いしたいと思います。はじめに澤田樹役を演じていただきました黒木啓司さん、お願いいたします。はい、皆さん、本当お忙しい中、今日は来ていただいてありがとうございます。澤田樹役をやらせていただいた、黒木啓司です。今日は皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして羽村和也役演じていただきました渡辺大さん、お願いいたします。皆さんこんばんは。羽村役やらせていただきました、渡辺大と申します。今日はわざわざお越しいただきましてありがとうございました、ありがとうございます、これからちょっとお話しさせていただきますけども、よろしくお願いいたします。では続いて今作のメガフォンを取っていただきました鈴木純一監督、お願いいたします。監督の鈴木純一と申します。どうもぜひ今日の試写会楽しんでいただけると確信を持って、申し上げたいと思います。ぜひ本当に楽しんでください。どうもありがとうございます。それではお三方にいくつか私から質問させていただこうと思います。まず黒木さんが演じました澤田樹ですが、はい、どのような役でまたご自身と重なる点などありましたでしょうか。そうですね、僕はカメラマンの役なんですけど、まあそのボランティアであったり、まあ、そういうことに対しての、まあ、偽善であったりなんかそういうものがこう、まあ、偽善者に対してなんかこうちょっとあんまりよく思わなかったりもする役どころで、まあ、渡辺大さんと僕はちょっと対立するような役で、はい、まあでも後で見ていただければ分かるとは思うんですけど、はい、まあ澤田樹のその成長物語ですかね、はい、ありがとうございます。渡辺さん同じ質問なんですが、はいはいはい、演じた羽村和也はどのような役でしたか。まあ先ほど黒木さんもおっしゃってたんですけど、澤田と羽村はすごくこう、同じ協力隊員なんですけれども、こうなんていうのかな、そこに入った目的であったりとか、志が全く違うベクトルに向いているので、非常に僕の方はですね、非常にこうなんだろう、ボランティアのためにですね、尽力すると一生懸命力を注ぐ、それに対してあまり乗り気じゃない、澤田に対して、ちょっと、なんだろうな、この温度差の違いにちょっといろいろ小競り合いというか、そういうことを起こして、でまたそれが、認知先のフィリピンでもいろいろちょっとあってっていうのを、やっていくものでございます。ありがとうございます。鈴木監督、今回お二人を演出してのご感想をお伺いできますでしょうか。この二人はですね、2枚目ですけどね、真面目なんですね。非常にお芝居に対して真面目だし、人間としても僕は非常に真面目で信頼を受けました。いつもね、随分インタビューっていうか取材を受けたんですが、どうでしたかって同じ質問されるとね、同じ答えをしちゃってるんですが、昔の俳優はみんないい加減だったんですね。こういうのも変なんですけどね、もうわがままだったりね、すごい人が多かったんですけどね、中にはね、パンツの中になんか麻薬隠しちゃったりなんかしたのを入れて知らないふりしたりする人もいたんですけど、今のこの2人は真面目でね、お芝居もきちんとしてますしね、本当に楽でした。しっかり本当にねしてますしね。で黒木さんはね、渡辺大さんの方はもう昔からの俳優さんで、黒木さんはまあ歌踊りが元々のあれだったんですけど、演技も最近やられるようになってて、この映画をやられてですね、日々本当に良くなってったんですよ。映画をねご覧になっていただけると、まあ、あんまり分かんないかもしれないんですけどね、どん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 良くなってきます。後半の方、映画の原則はまあ最初から撮るのが本当はいいんですけど、まあ、そういうわけにいかない部分もたくさんあるんですが、なるべくそういうふうにしてるんですね。と後半になってくるとね、どん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 もう黒木さんの魅力に皆さん目が焼き付けられて引き付けられてくるだろうと。で最後の最後は本当に、よかったよかったっていう感じになってくれるんじゃないかなと、本当に僕はそういうふうに黒木さんは実際演出をしてて日々良くなっていったっていう実感を持ってます。